に答えてください。はい。1問目、約1年3ヶ月ぶりのライブです。心境はいかがですか？膝が心配です。でも今回のライブがあるっていうことでまだ時間もたっぷりあるので、今ストレッチしたり体を動かしながら、もう自分の体力とちゃんと相談しつつやってるので安心してついてきてください。はい、ついていきます。それでは2問目、二度のライブが延期中止になった時はどう思いましたか？普通に泣いた。普通にショック。いや、もうね、応援してくださってるコマクちゃんがショックなのはすごいわかる。でも私もショックだったから、もうみんなで、ね、傷ペロペロしよう。うん、楽しもう。ありがとうございます。では3問目、オンラインショーはどんなライブにしたいですか？初見の人が見やすいライブにもしたいです。なんかイヤホンズこんなことやってますよみたいなことを、もう遠方の方でもちょっとだけ気になった方、ちょっとイヤホンズのライブに興味があるけど手元に何か CD 買うのって結構お手間だったりもするので、ちょっとポチってみようかなぐらいの感じで入ってきていただけるようなイベントにしたいな。それにあとコマクちゃんのねためにももちろん頑張りますので、いろんな幅広い人に届けたいです。ありがとうございます。最後にではコマクちゃんたちへメッセージをお願いします。絶対見に来てくれよな。以上、高橋理恵でした。ありがとうございました。ありがとうございました。